はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、中日新聞東海本社杯、こちらのですね3日目、準決勝4つのレースやっていきたいと思います。5レースと10、11、12って形ですね、こちらの準決勝4本をやっていきたいと思います。今日天気もよくですね、両走路で行われております。果たして波乱になるのかガチガチなのかどちらなんでしょう。最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ、ランチアタック準決勝 B、 こちらはひよりちゃんマルチでひよりちゃんの1、2着頑張って来い、ひより。そう、スタートいった、よし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 、1番に来ちゃえ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 、1番の西川にも迫っていきます。来るようになったか、よし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 、そのままいけ、よしよし頑張って、3番の石垣さん、よし頑張って、荒井雄に対して逆転を狙っていきます。5番の藤波、4番手、ちょっとリアが滑ってるけど、最終班は遠藤、しっかり追って、しっかり追って、2周目に入っています。石垣さんも頑張って、西川が先頭を、わ、山脇さん遅れたんか、スタート、やばい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 、藤波ちゃん、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 波ちゃんは勝ってない、波ちゃんは勝ってない、波ちゃんは勝ってない、波ちゃんは勝ってないよ。そこから反撃、石垣さん頼む、最終判定、遠藤、山脇さんはもう一回上がってきてもらってもいい、どっちでも、うわ外からかまされて、やばい、近づきました、さばいていけるか、まくっていけるか、西川先頭リードは一車身、4番の荒井が2番手、うわ相変わらずか、波ちゃんだよ、後ろ来ねえか、浅田さん、そのまま藤波が勢いで前2台捉えていくか、先頭西川、4番の荒井、山脇さんやり返してくれ、ナムちゃんをやり返してくれ、ここで伸びるか、4番荒井、1番の西川を捉えに行きます、1番西川も粘ります、1番西川先頭、4番荒井、ヒロちゃんがちょっと滑りかねえんだな、その後は2番の山脇、4番手、残りは2周回です。うわ誰か3着してくれ、頼むよ、山脇のインコース狙ってきています、うわー入れる、ひろちゃん頑張って、そこを耐えて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 、うおちょっとオーバースピード、4番荒井ひよりも外応戦しますが、やや伸びを欠いている、残りは1周、青旗振られてファイナル、さあ行ったか、まま西川が逃げる、浅田さん上がってきて、頼む、最終周回のバックに入ります、西川逃げ切って今年は3着目違いだよ、1-4でも4勝もどっちでもいいけど、おおひろちゃん来た、西川荒井さあ最高のチョイサシだ、外から4番荒井ひより、2本目の10レースですね、ここは2番の辻選手、あとは7番のキムタケ、副長なのか木村武史っていうところですね。さあ辻さんがスタートからドンと行くよ、気合が入ってた、クイスタートしました、4番あんまりスタート良くないな、辻さん20m のスタート枠内で行くか、最終班のスタートですが、ここも枠なり、岩田、青島、木村武史、さあ木村武が内を救ってくるか、そこで序盤戦1番まずは青島さんをパスした、2番の筒井は早めに差を詰めていけるかどうか、3番の落合、3番手、さあ筒井さん開けて、4番の深谷、少し外に浮いているか、インコースから5番の岩田、7番木村は青島を攻略、6番手です、岩田が4番深谷のインコースに入ってきています、2番の筒井はどうか、あんだ筒井さんどうした、3番の落合、内を救ってきました、失速だよ、そして5番の岩田が深谷をとあっと落車、今度は瞬間が落車、7番の木村、そして6番の青島少し離れてしまっています、もう最悪じゃんこれ、先頭1番の藤本、2番手は3番の落合、3番手が2番の筒井、なんじゃこのレーサー、7番の木村です、
藤本が逃げる。ハンデ経過を味方に、どこまで行けるでしょうか。3番筒井さんどうしたん、さっき2番の筒井はやや外に流れている。5番の岩田、そして7番の木村武史、7番木村がポジションを1つ上げて3番手です。残り2周半のバックストレッチ。3番の落合、1番の藤本を射程圏に捉えてきた。さあニャスケが行くぞ、これ。そして木村が切り返して入れるか。切り返した3番の落合が1番の藤本を捉えた。先頭に上がりました。連勝中の落合、3連勝なるか。7番木村が切り返していく。木村が藤本を捉えて2番手に上がります。木村が2番手に上がって輸出圏に上がってきていますが、先頭まで行けるかどうか。1番藤本、3番手、5番の岩田、その後残り1周、青そこはいけない。まだだな、やっぱ木村だけは本調子じゃないな。まだもう一つだな。優勝戦進出を決めるでしょうか。7番の木村2番手、3番手は5番の岩田、6番の大島、その後木村最終コーナー仕掛けた。3番の落合を捉えています。落合2番手、岩田3番手で最後の直線。わあ、木村武とニャスケだ。おめでとう。先頭でゴリ。さあ11レースはスーパールーキー栗原選手の登場、そして絶好調男金子大輔、この1番7番この2車が勝負でしょうよ。さあどっちが行く。まずはスタート、早めに金子大輔行かないところ結構きついぞ。さあ浦瀬さんがスタート行った。結構前が詰まった状態。さあここ金子大輔が早めに行かないと。でも浦瀬さんが伸びてる。浦瀬さんが伸びてる。先を早めにまくりに行きました。3番の山浦まくって捉えて2番手に上がって、先頭1番の栗原を追いかけていきます。思想タイムは栗原の、そして山浦の 3.31 です。さあどうなるどうなるどうなる。インコースから4番松山かわして上がって浮上します。金子大輔は浦さんにちょっと手こずってる。ここで入っていけるか。今浦田のインコースに潜り込んでポジションを1つ、そして2つ上げて4番手に上がりました。さあここから優秀権までいけるかどうか金子大輔、そこがポイントですね。先頭との差は変わりません。1番栗原先頭、3番山浦2番手。さあタイムアタックだ。まずは松山さんはここでパス。松山インコースから7番の金子です。連勝中な金子も動きは悪くありません。着実にさばいて3番手。さあ浦瀬さんもついていって、まあ悪くないね浦瀬さんも。そして同期の3番山浦は飛ばしていくが、7番の金子果たして。さああと2周で山浦さんをかわすことができるかどうか。栗原選手はもうぶち切ってる。7番金子が3番手から2番手山浦を追っています。先頭栗原独走態勢。さあ追って追って追いまくってる。優勝戦進出がかなり近づいてきました。さあ行けるか金子大輔。3番山浦2番手、7番金子3番手。ああ山浦さんがそっと滑ってる。ここチャンスだ。青旗振られてファイナルラップ。ここは山浦は懸命に抑え込んでいる。金子優秀切符掴んでるか。さあここ大きく打ってここで内に入っていく。先頭栗原独走、7番金子最後は仕留めるか。入ってった。入っていきまして2番手に上がりました。3番山浦3番手、最後の直線です。栗原圭介負けなし。栗原選手見事優勝進出を決めた。さあ最終12レースナンバーワンね、青山周平登場ということで、ここもね吉林選手どうだろう、逃げ切れるかどうか、そこは注目。周平もおちおち知らない。広和も頑張れ。さあこれ周平が出てったんじゃない。50m のスタート、鈴木広和、青山周平。あーでも広和いった。懸命に抵抗しまして枠なりをキープです。
30メートルは枠なり、そして40メートルは枠から5番でいった一発でいくんじゃ、これいけるか。7番の青山周平、鈴木博一のインコースに入ってきています。スーッと入ってった、そこうまく入ってった。さあ周平ここで整ったよ。あとはもう追っていくだけ。後ろから3番押田が早くも近づいてきています。そして3番の浅野と一射一射いけばいける。2番3番押田が1番の吉林に並んでいます。かわしたか、吉林抵抗していきたいところ。レースは3周に入ります。7番青山現在5番手、ここで5番の平塚をかわして、さあ浅野選手がいいね、足が上がっています。浅野選手の足いいよ。2番手3番の浅野、3番手に上がって7番の青山、吉林は下がってしまいました。6番の鈴木弘和インから4番手に浮上しています。残りは3周回、30戦勢を捉えに行く青山。さあ一気に行った周平、頭じゃかわしました。ナンバーワン青山周平先頭に上がっています。2番手2番の押田、3番手3番の浅野選手がこれ入れないか、なかなか。あとは焦点2番手争い、30戦両者に迫る鈴木弘和、かわしていけるか。残りは2周です。先頭は7番青山、突き抜けて 2車身3車身とリードを奪っていきます。2番手が2番の下、鈴木弘和がインコースに入ってくる。この両者を一気に捉えきれるでしょうか。まずは1台、3番浅野をかわしました。3番手に上がっています。先頭は7番青山、切り返すか。2番手3番手は同期、6番鈴木弘和が押田をかわして2番手に上がって、青旗振られてファイナルラップ。6番の鈴木弘和しっかり追い切って、同期押田をかわして2番手、優勝。うわー、押田選手の三脚がないんだよな。青山は2番手以下を引き離しました。いけー浅野さん、最後かわして。3番手鈴木弘和、3番手押田か浅野か、頼む。青山は勝利、2番手6番鈴木。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや準決勝硬いレースも多かったんですけどね、荒れたレースも多かったということでね、ちょうど半々ぐらいな感じで。でも明日どうですか。栗原選手対青山周平、そして金子大輔、そして鈴木博一、この辺どうなるんでしょうかね。ごちゃごちゃになるとこれ栗原さんが有利かななんていうふうに思いますけどね。果たして明日の優勝戦すごい楽しみです。明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。